それからじゃあ何日間か、こちらの方で。いえ、もう今から仙台に戻って、ああでも僕は戻りますけど、ね、あの他のチームはもうずっと仙台拠点にして、今ガイガーカウンター持ってるんですか。ガイガーカウンター、はい、いや、まあ、ガイガーカウンターは私たちは持ってない、普通のちっちゃい、あの占領、占領系でどういう感じなんですか今って。個人で持つようなポケットの占領系です。後で測るやつってことですか。今分かるやつですか。いや今要はそれスイッチ入れてからどれぐらい、うん、放射線浴びたかっていうのを測るようなものは、うん、私たちの部隊はあれつけてますね、うん、そういった形で。またトラックもちょっと飛ぶ感じ。二人は福島の人なんですか。そうですね、新潟から来ました。お、二人とも、はい、はい、ここの部隊全員新潟から。お、はい、ここ県でそれぞれまたという形で福島さんに入らせていただいて、それぞれ県も、うん、まあ、いろんな活動をしておりますから、はい、うん、中も入っていろいろやってるんですか。作業入ってる 方もいらっしゃいます。うん、はい、どう思います、こういう状況って。うん、こういう風になってしまう原発の状況とかってどう思います。まあどう思う、まあ、こういう個人的に別に警官としてっていうか、まあ、そう、まあ非常にあの、まあ、事故としては残念なものだ、その、うん、事故としては残念なものだ。ああやって子供とかね来てもう自分らのとこも住めないみたいな状況なんでしょう。そういうことじゃないですか彼らは。ちょっとそこまでわからないですが、はい、うん、でもね、もうみんなこうやって20キロ圏内故郷なくなるってことですよね。まあそうですよ、まあ 入られない、まあ、入れられないですし、ね、これってもうある意味半永久的にってことですよね。そう、これ全然私たちの方ではちょっとわからないです。でも調べてないですか。わからないですか。わからないです。わからないです。ただ今は間違いなくこうあの防護服等もなしで入るとですね、その放射線の関係等もあるんで、要はその許可された、うん、それは分かります。人だけしか入られないようにっていうことで警察の部隊で交代交代で検問しているような状況ですね。うん、どう思います。こういうことが他でもあったらどう思います。地元の新潟から来られたって聞いたんですけど、来られた地元にもし原発があってこういう風になってしまったらどういう風に感じられるかなと思って、今はまあ守る立場なんですけども、もしそのお二人の地元新潟でそういうことがあったらどんな風に思うでしょうかね。まあ、そういう風になってなれば非常にあの残念だと思いますけど、まあ、私たち今その職務としてあのいますし、もし新潟でそれが起きてもその職務に関して職務に対応できると思いますので、自分から能動的にそういうことを考えないってことですか。起こったことだけ対応できればいいってことですか。そういうことではないと思うんですけど、今私たちはこう置かれているこういう、まあね、仕事的にね、はい、うん、これからじゃあ仙台の方から沖縄の方に帰られるんですか。そうですね、飛行機がじゃあ、いやいや東京まで、東京まで戻って、ああ戻ってから、はい、そこから、うん、